こんにちは。手で芸をするコミーです。ダイソーに行ってきましたので買ってきたものをご紹介です。ちょっとカシャカシャします。まずこれ買いたしました。ちょっと作りそうだなと思ったので、はい、3色ちょっと光っちゃうかな。はい、今日のダイソーはいつものところじゃないけど、ちょっと大型店舗みたいなところに行きました。そして初めて見つけました。これインスタとかでは見かけてたんですけど、実際店舗で見たことがなくて、3色あったんですけど、赤のはちょっと私使いこなせる自信がないと思って、こちらソーダとシトラスの2色1玉ずつ買いました。はい、あとはね、はい、こういうラインナップで買いました。持っているものもあります。これはもう一個買ってみました。この色やっぱり綺麗ですよね。ダークレッド、そしてちょっと色合わせももうちょっとやってみたい。でこれは前回も買っています。そしてこれは去年買ってるって言って紹介しました。これもなんかね、買った覚えがあるんですけど、あんまり覚えてない。これは買ってないかもしれないんですけど、今回ちょっと合わせてみたくて買いました。ピンク、はい、でレース糸はこんな感じ。そして今回初めて買ったのがこれです。エレガントラメ、これもちょっと気になっていました。はい、この辺もちょっとこれから使っていこうかなと。やってみたいものがある、あるあるある、はい、という感じでこういう買い物をしてきました。レース糸が新色でまだ買ってないのも多分あるんだけど、ちょっとそそらなかったんですよね。で引き揃えって考えた時に、今回はねこれとこれを合わせようみたいな形で買っています。好きな色だからとかじゃなくて、これとこれを合わせたいからこれを買おうという買い方をしているので、それが思いつかなかったものは新色っぽくても買っていないんです。でもね、棚を見るとその空いているところもあったりしたので、全部はなかったんじゃないかなという感じがします。だから買わなくてもちょっと大型店舗を回ってみると、またね、見たことない色がまだあるのかもしれないという期待がちょっと、はい、あったりします。でまあこれはね、極太だからこのままで使うんだと思うけど、まあ、ちょっとこれも編んでみたかったので見つけてよかったなと思います。はい、これはもう近々出てきます。こっちもね、引き揃えしたいものを考えて買っているので、もうなんかレース糸ばっかりになっちゃいそうな気はしますけど、まあマイブームということで、はい、お許しいただければ幸いでございます。はい、まあいろんな色を試していくことでこうベストな引き揃えが見つけられればラッキーということですね。はい、そんな動画になりそうな感じはありますよね、このラインナップ。はい、ということで今日はコミーの日常、ダイソーのお買い物でした。はい、では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。